異世界って冗談だよね。これはブラスター。お姉さん、もしかして新入りの人？ここはソフィーさんがいた世界とは違う無限世界のエルデビーゲ。過去の人間はもちろんのこと、未来の世界に生きる人たちもいるのです。人違いって感じもしなくて、おばあちゃんと同じ名前の人なら、ソフィーも甘やかしちゃおうかしらね。私の他に誰かいませんでしたか？ここが異世界なら早くプラスターを探さなきゃ。こんな場所にこそお宝が。世界最強の超用心棒だ。私にもその手伝いをさせてもらえないか？だから言ったでしょ、世界がブワーって変わるって。今までで一番異世界っぽいかも。この世界でしか見られない素材も多くありますので。こっちに来る前にエルビーラ様が説明してくれるはずなんだけど。エルビーラ様？ブル？ちょっと予定外だけど。ようこそ私の世界へ。さあ進むにはやっつけるしかないみたいだね。ちょいと骨が折れるな。みんな、行くぞ！話しておきたいことがあるの。たとえあなたの成長を見守れなかったとしても、ソフィーと出会う未来を失ったとしても、一体私に何があったんですか？守ってね、私たちが出会うことになる遠い遠い未来を。ソフィーのアトリエ2、不思議な夢の錬金術師。私は夢に形を与える。たとえそれが許されないことだったとしても。2022年発売、早期特典もお見逃しなく。